皆さんこんにちは、作曲家協会の岡千明です。皆さんこんにちは、作詞家協会の石原慎一です。皆さんこんにちは、ナビゲーターのヨナです。本日はソングコンテストグランプリ2022の作詞募集のご案内です。日本作曲家協会と日本作詞家協会が共同で企画する作詞と作曲のコンテストを開催いたします。では岡先生、今回のソングコンテストはどのようにして行われるのでしょうか。1月の17日から3月の17日まで2ヶ月間の作詞募集を、させていただいて、で、それを受けて、グランプリを受賞をなさった方は、山本譲二さんが歌唱されて、そして、CD 化して、でこの秋口の10月に日本作曲家協会の音楽祭で歌唱していただくというふうになっております。素晴らしいですね、はい、きっとプロの作家を目指している方々はとても興味を持たれるんじゃないでしょうか。では石原先生、今回の作詞募集について募集される、方々にコメントをよろしくお願いします。はい、でこれは両協会 の会員さんだけじゃなくて、広く一般の方からも公募しまして、でそこの中で、最優秀作詞賞が2編決まります。でこの2編が今度作曲募集の課題詞になります。だから2編の詞に、作曲をして今度作曲募集の方に移るということになっております。なるほど、はい。じゃあ作曲家協会と作詞家協会の会員じゃない一般の方々からも募集していただける。そういうことなんですね、はい。これまでソングコンテストグランプリで CD 化されたラインナップを見ても素晴らしいアーティスト作品が作り続けられています。さてここで、今回の受賞作品を歌唱いただく山本譲二さんにインタビューをお願いして、いろいろなお話を聞いてきました。ご覧ください。皆さん、今日私は日本作曲家協会の事務局へやってきました。それでは紹介させていただきます。山本譲二さんです。どうも、山本譲二でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。改めてなんですけど、はい、山本譲二さんのプロフィールを少しお話しさせていただきたいのですが、はいはい、1980年に大ヒット曲道のく一人旅が、はい、翌年の第23回のレコード大賞で、ロングセラー賞を受賞、はい、いただきました。また、夢街道を歌って、はい、第37回の日本レコード大賞の、最優秀歌唱賞を受賞するなど、作品を作った作曲家はもちろん、レコ大を主催する、作曲家協会とはとても深いご縁があると伺っています。そして、今回も受賞作品を歌っていただけるということで、関係者とても楽しみにしています。いや僕も本当にね、感謝してます、光栄です。そして何よりもこれから作詞作曲を応募する全国の皆さんに山本譲二さんの熱いメッセージをいただけたらと思っています。熱いメッセージですか。熱いメッセージよろしくお願いします。詩大事ですよね。やっぱり詩が良くないと、歌唱する気になりませんね、自分の好きな詩を考えられてですよ、自由に作っていただきたいです。それは男歌でも女歌でも幸せ演歌でも悲しい歌でも何でもいいです、海の歌でも山の歌でも、とにかく皆さんが本当にフルにですね、才能を発揮されて作った一枚の詩をプロの方が選ぶと思いますから、それに曲をつけていただければですね、一生懸命魂込めてですね歌唱させてもらいます。一つよろしくお願いします。熱いメッセージありがとうございます。熱かったですかね。熱々ですありがとうございます。先生方いかがでしたか。山本譲二さんのすごい熱いエネルギーが、そうね、すごい伝わってきますしね、なんかもう本当に熱い気持ちがね、もう彼のそのなんですかね、ひしひしと本当伝わるんで、もう本当固定概念なくしてね、やっぱりいろんなそのなんていうんですかね、いろんな作品をね、書いていただければいいんじゃないかなっていうふうに思いますよね。
では石原先生はいかがですか。はい、ジョイさんは今までの男山本ジョージみたいなことだけじゃなくて、もっと山本ジョージが歌ったらこんな世界が広がるんだっていうようなものをきっとやりたいんだと思うんですよ。あ、なるほどね。じゃあ要するに幅広いんですね。そうそうそう、うん、なるほど、はい、だからそういう幅を広げた形で詩も募集したいなと思うんですよ。あ、なるほどね。ジョージさんが歌うからって言って決めつけないで、ジョージさんはあ、こういう世界もこういう世界もああいう世界もあるみたいな、もう本当に360度から見たね、そういうなんか作品が集まるといいなというふうに思いますね。とっても楽しみです。はいはい、それでは応募の詳細をご覧ください。ソングコンテストグランプリ2022、日本作曲家協会と日本作詞家協会の共同で作詞作曲のコンテストを開催します。受賞された作品を歌手山本ジョージさんが歌唱し、2022年秋に CD の発売を予定しております。このコンテストは両協会の会員のみならず、広く一般の方からも作品を募集いたします。今回は作詞部門となります。応募作品の中より最優秀作詞賞2編が選ばれ、その後この2編の詩が作曲部門の課題となります。作詞部門の募集規定はご覧の通りになっております。作詞部門募集期間は2022年1月の17日から3月の17日必着です。発表は両協会ホームページにて2022年4月上旬予定です。送付お問い合わせはご覧の通りになっております。作詞部門応募先は日本作曲家協会が窓口となります。送付先およびお振込先の間違いのないようにご注意ください。ソングコンテストグランプリ2022の募集についてご案内をしてまいりましたが、最後に、両先生に一言ずつコメントをいただければと思います。まずは岡先生から。はい、もう素敵なね、素晴らしい詩をね、お待ちいたしております。ぜひどんどん、応募ください。はい、はい、新たなもう新進気鋭の作家がここで生まれると期待しておりますので、たくさんください。皆さん頑張って帰ってください。岡先生、石原先生、熱いお言葉ありがとうございました。本日は日本作曲家協会と日本作詞家協会が合同企画するソングコンテストグランプリ2022につきましてご案内をしてまいりました。皆さん、いい作品たくさんお待ちしております。また日本作曲家協会公式チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。